ミカル君メガネ、普通やけど今日。今日ね、うん、これガチメガネしかなかった。え、あ、ほんまや。レンズがある。そう。バリアー、ちょっと、え、ちょっと、え、あなた、え、誰よこの女。あ、え、誰よ。いや、この泥棒でか。私の思いならないと言うなら、私の思いならないと言うなら、え、マジで、すいません。お母さんの。っていうゲームを今日やります。今日やるゲームこちら。え、アヒルドラ川柳というドロドロの愛憎劇を繰り広げたいと思います。そういうことか。やっと繋がったわ。誰よ。まだまだ続いてた。おどろも猫。これ思い出がないけど。お母さん。はい、それではアヒルドラ川柳やっていきましょう。ほう、はい、え、ルールはね、はい、まず川柳って言うと五七五じゃん。おうおうおう。で、5文字の札のカード、うん、7文字の札のカード、うん、まあ、どういう感じかっていうと、うん、こういう5文字、義理の兄とか、はい、あ、ドロボンデッコ、粗大ゴミ、そういうワードが、ヒルドラワードが書かれてるんで、映ってる感じ。ふすまの影か。うわ、遺産相続。おー、なるほど。っていうね、感じで、5文字の札を7枚、うん、で、7文字の札を3枚ずつ配るんで、それで1つの川柳を作ってください。なるほど。はい、なるほど。はい。はい、全員に配りました。よし、はい。よし、じゃあ、作ってみよう。あー。まあ、できるだけやっぱりね、はいはい、まあ、心をえぐるような川柳見たいよね。あー。まあ、あ、どうしたどうした、大丈夫か。最高。最高。いや、このゲームね、あの、いや、ワードが全部やばい。なんかね、ぜひともラーヒンやらせたいと思ってね、買ったゲームなんで。ラーヒン好きでしょ、こういうの。いや、めっちゃ好きだわ、これ。男4人で四角関係か。難しいね、なんか。ねえ。ヒルドラでこんな性別が偏るんですか。そんなに、下水笑い方するな。いやいやいや、これ、これ、こんなの昼ドラじゃねえ。さあ、全員できたようで。おい。はい。さあ、我こそはという人、行っちゃっていいですよ。わかりました。僕から行きましょう。おー、いける。早い。出刃包丁。何してるの？口移し。はぁ、あ、どういうことどういうこと、出刃包丁、出刃包丁の口移し、口移ししてるところ見てしまったお母さん包丁使ってポッキーゲームみたいなことしてる。そうそうそう、まあ、きっとね、この一家はサーカス一家で、まあ、サーカス一家の愛憎劇。そうそうそう、特殊だなぁ、まあ、こういうね、うん、感じでしょこういう感じではないと思う。違うと思う。あ、でもそういう風だったら俺も一言言えないわ。確かに。じゃあ行ってみようよ、藤井。俺の、うん、テーマは、うん、まあ、昼ドラの世界もついにここまで来たかっていう。え、うん、こんなものも対象かっていうね。うん、許さないあなたは私のアイマスクえなんかね、アイマスクがもう浮気したんだよ。なるほど。自分のアイマスクが他のやつのとこに。アイマスクに拒否権はないよ。アイマスクはされるなままなんだし。しりがり女なんだよ。いや、しりがりアイマスク。怒ってやるなよ。物なんだから。この後ズタズタにされるよ。なんで拒否しなかったのって。できねえ。え、俺めっちゃ普通に昼ドラしてしまってんねんけど。いいんじゃない、それはいいんだよ。昼ドラっていうのはさ、腹黒いさ、うん、もうやっぱ人の醜い部分っていうのを、うんうんうん、出すやん。それをちょっと自覚してしまった時の、うん、狂気、はいはいはい、罪悪感みたいなこと、うん、いやいきなりいや我慢できない罪の味いいね。いや、もうこの人ここからどんどん深みにハマっていっちゃうからね。結構この一瞬の中で冷静になってったね。そう、いつも足で寝てるもんね。認めちゃってるから悪いことしてんだよ。ちゃんと自覚してるからね。よかった、これは。覚醒した瞬間かもしれない。でも僕もね、結構、その、昼ドラにはめたタイプというかね。はい、あえて言ってる感じが怪しさがあるんじゃないかなっていう。お隣の、うん、同じ名字の
お父様いやこれはいい、深これ、これだからタイトルとかなっててもおかしくない感じじゃないかなと思って、ね、これゾワッとくるタイプじゃん。隣の同じ名字お父様か、なんか同じ名字ってことを意識しちゃってるあたりがもうなんかあるでしょっていう、ね、せーの、はい、はい、お父様、あっ、203票お、まあ、そんな、ありがとうございます。はい、これもう結局ちゃんとやったやつに聞こえない。確かに本当の人入れてくれよ、ゼロ新人さん、ヒルドラは入れてくれよ。同じやったぜ。少なくとも7文字の方は。もうたまんねえ。さあ、第2作目。はい、はい、あ、我こそはいらっしゃいますか。いやー、我こそなんですけどね、さっきと同じパターンで聞いてないんで。じゃあ、後にしよう。昼ドラってのをね、見せてほしい。昼ドラ、オブ昼ドラがいれば。そうそう、昼ドラ、オブ昼ドラいる、あのね、俺、昼ドラ、オブ昼ドラじゃないね、今回。僕、あ、そうなんだ。僕も今回、ね。俺も今回。いいんじゃねえか。じゃあ、あえて行ってみようかな。あ、いいよ、いいよ。行く、途中まではちゃんとね、うん、あ、いいですね、感じさせると思うんで。はい。はい、昼ドラお願いします。じゃあ、行きます。はい。はい、冷たい手、おほう、おうおうおう、口に含んで、え、背負い投げ。どういうこと？口に、あの、もう野獣のごとか口に含んだかと思ったら、グーン。ああ、なるほどね。相手を、冷たい手を口に含んで、それをそのまま背負い投げしたんです。それも背負い投げじゃない。じゃあ次俺行っていいですか。いいよ。はい、はい、いきます。まあ想像してください。うん、はい。まあ、何かは、言いません。はい。わかったわかった。はい。始まった。もう、戻れない。はい。ひひひひひ。何がだよ。あ、最後でひひひ使った。あ、これ、昼ドラ？ダメなんだろう。俺、笑い博士じゃん。悪い博士がお母様ロボットを作ったんだ。これはね、いい、潔いわ。潔い。いきます。はい。上半身、うん、束縛されて、お、よくてよ。え、いやそういう、そういう。受け入れね。受け入れね。なんか、束縛を。束縛。M、偉そうな M。上からの M。普段はね、結局強そうな。さあ、攻めなさい。攻めなさい。ラスト。はい。いや、これ一番面白いと思うぞ、俺。もう言うね。行くぜ。たまらない、あらぬ姿で、逃避行。どこに？どこに？なかったな。まあ、これはね、これはね、でもマッパで駆け抜けるんだよ。これは昼ドラじゃないの、割と。知らんけど。いやいやいや、マッパでさ、マッパで、マッパで逃避行とか。いや、これだからあれでしょ、姫ごとの時に帰ってきちゃったから服着れないみたいな。AV じゃないの？はい、AV か、俺の場合。まあ、俺のもそうだけどね。社長のもね。せーの。はい。はい、お、お、ジフさん2票。俺2票か。うん、あ、じゃあ俺ですね。ありがとうございます。なんだこれ。たまに明らかにおかしいの来るのよ、か。できちゃった、もう。え、ジフさん、かなり、なんか、ハマってるな。いいカードがあったな。大丈夫か。どんなあげただよ、お前。マジで。さあ、最終作品全員出揃ったようで。はい。できましたね。できました。いや、もうこれね、もう、素晴らしい作品にしたいからね。はい、はい。できればね、タイトルもいってほしいよね。ほうほう。できそうで。ほうほうほう。よし、じゃあ、俺から行こう。いける。お、タイトルは、トゥルーエンド。おお。下半身。うん。別の女性。おお。エンディング。果ててる。これ絶対ダメじゃん。一人絶対不幸な人いるじゃん。いやいや、別の女性っつってるもん。これ上半身も別
の女性と、いや上半身は要するに奥さんと抱き合ってるけど、はい、下半身はどこかの女性と繋がってるかもしれない。それ比喩表現ですか？まあ比喩、比喩、比喩表現。ね、トルエンドのさ、ギャルゲーとかってさ、そのギャル登場キャラのハーレムエンドがトゥルエンドになるわけや。そういうことや。俺の体一つはズボテ。やめてくれやめてくれよ。俺が女子ゴールの管理人。じゃあ私行きましょうかね。行ける、はい。はい。タイトルはね、男子寮。男子寮？やばそう。これヒルドラになる？はい。やります。やばそう。やばそう。男子寮。膝枕。やめてください。おかみさん。迫られてる。男子寮だからおかみさんしか。おかみさんしか、おかみさん天下なんだよね、もう。逆ハーレムのさっきのヒラッチのやつも。おかみさん。やりたい放題、ね、やりたい放題、ね、あいよやめてなさいって言いながら膝枕されてるされてるバカじゃないバカじゃない多分無理やり耳かきとかされてる そんなことされたら落ち着いちゃいますよやばいどうする行きたい僕行っとこうかないいよちょっと僕で締められる感じじゃない気がするなんかねじゃタイトル、はい、陽キャのヒルドラ陽キャのいやもうね、陽キャのヒルドラってタイトルつけちゃいましたぐらいのね、ちょっとね、現代的なアニメっぽいよね。うん、ね、その、はいはいはい、ちょっともう一歩引いちゃう。そうそうそう。ちょっとめたい感じの。なるほど。叫び声。愛を育む。ほっほっほっほ。ちょっといやだってこれを叫んでんのほほほほほほわかるもうねそうなんだと思うんだけどねどうしてもね、うん、ブリーフでほっぺた叩いてる映画じゃあ最後私いいですかお願いしますタイトルはね、はい、鉄の女おおこれはヒルドラにこっから行ったらすごいねほうん、いますダメよダメ私の体は Don't touch me あ気が違う気が違うこれはダメだ Don't touch me ここから言ったらすごい 100% 嫌がってるやん、うん、めっちゃ好きのうちが全くない好きがない好きの女、まあ、気持ちダメよダメの間はまだ気持ち油断が、ねうんね、ここ行ったらもう100無理だから急に英語入ってくるどうなるか欲望がまみれてるわこれそうねうトロトロだ ねこれこれバカだなこれバカだなだからその膝枕やめてくださいあもうやらけーせーのはい、はい、おあれお課長2票じゃない？おやった、うん、膝枕膝枕2票あーそっかバカだなお前やめじゃあ課長とか伝統入りおーやったぜありがとうございますお隣の同じ名字のお父様 あーこれすごいな、うん、他のがバカだもんちゃんとやったら1周目だけやからなせーの、はい、おお上半身束縛されて動くってよ俺がベストヒルドラでした一番バカでありベストでもあるじゃあ束縛させてもらおうかなよくってよやりよったやりきりよった